感情が生まれなかったわけです。これ三次感情が生まれますから、正面でどう見たって。それ正面だと感情が生まれないまま動けるようになったら、動きの、ワーカーとしては OK。 なぜかというと、まず自分を消すことをやっているわけだからね。動きの中に自分を置くことは、まず自分が何かをしたいということをやめなさいって言ってるわけだから、それに気づかないで、気づかせないでということは、次だからやる、もうスタートしますね。相手にこの体に少し圧を加えます。僕の体重の一部です、これは。で、同時に僕のこの人を見るときの感情の一部だとお客さんが思ってもいいし、他の第三者が思ってもいいです。で、僕自身は感情ではありません。まあ、単純に触れ合う部分からこの人に自分の圧を加えるだけです。その圧を加えた重さとか強さとか、さまざまな部分の部分で受けます。受けて自分を自分で崩していくのか運ぶのか分かりません。でもいずれにしてもこのプレスに受けて自分の動きをリリースします。運んでるわけだから、で、結果立ち上がる技術だ。立ち上がっていくので、そのこの人自身は自分自身で自分の体をリカバリー、動く反応、運んでいく、この動きからね。その動きを、前半の動きをもらうことによって後半の立ち上がってくるか、さらに動くか、いろいろさまざまな動きを作るでしょう。それが一つ動きの中でできる、フレーズの中でできれば ECU、一つフレーズというのは、さっきいつも言うけども、ブリージング、まずはワンブリージングの中でやってください。自分にとってはワンブリージングの中で吸うだけなのか、吸って吐く、もう一回吸う、これが一つ流れ、ね、小さく吸って吐きながらというと、これは小さく吸うことがプレスです。相手からのプレスと同じだから、感じたら吐く、で動く、でもう一回自分がポジションに戻る、立つモードポジションになるか、どこでもいいですよ。新しいポジションに戻るために吸う、それこまでが人の流れになるからね。吸って吐きながら、吐きながらって言って、これはナチュラルです。とてもナチュラルな動きだけども、やっぱり対話する以上もう一回戻ってこなければ、これはダイアログになりませんので、ね、基本的に動きはダイアログですから、自分一人でやってるもので全然ダイアログになる。だから一つプレスを与えます。このプレスを与えたときに、どっち向きに期待の力が来ているかだけは、僕がもしここだけにしたら暴力なんだよ。ガーンって言ったら暴力なんで。ところが、体の一部なんだけど、僕自身もこの人に体に合わせる。はい。はい、こういうふうになります。で、この人は自分の動きたら自分で、はい、相手のポジションに遠い近いどっちでもいいです。逃げた、相手のいるポジションの遠い近いどっちでもいいですから、まず。戻る、ね、だからこれ対話ですから、僕も動いていいんですが、対話を出してもね。だけど移動しながら、この空間では別の場所に移動しながら相手の来るのを待つ、これがリカバリーの間だから。で、またこの逆にこの人は僕に対して、アクションする。それをちょっと言ってみて、例えば、次の生まれにくいから、黙って待つんです。何かがやってくるのをね。で、自然と元に戻って、で、回転されるような体をしながら、こう入った瞬間にこっちに寄りかかってますから、骨盤をこう返すのは簡単だけど、でそれはナチュラルじゃないと。だから被るまで待つんだ。これが正確に戻る。でね、それがだんだん上手くなったら、すぐスッと横に触れていけるんだけど、それっていうのはあざとい。そういうやつばっかりたくさんいるけどね、ダンスは。それでいいんだから、そこで最初からそうやったら、あざといダンサーからこうやってうまいけども、だからお前己はどこにあんねん、いつも思う、己のリスキーさはどこに抱えてんねん。うまいやつほどね、自分動きのリスキーさは本人に返さないまま動いてるから、全然リアルじゃない。変な下手なやつがいいやんけ。下手なダンサーはリアルを持ってるし、好き、自分の中でリスクを持ってるからね、やれないことを知ってるから、そんなやつの方が美しいというふうに体の動きってなってる。でも最終的にも磨いて磨いて磨いて、それさえもあざとくないようになれたら最高なんで。でも本質のところはそこだからって言ってるだけ。 OK、 はい、行きましょう。どうぞ。これは音を出さない。本人がどこまで音を深く感じるかな。
とても難しいです。その辺だけだ。